皆様、こんにちは、こんばんは、トッサン TV トッサンでございます、えー。さあ、本日も始まりましたトッサン TV でございますがスポットニュースでございます。イギリスのジョンソン首相が辞任を表明いたしました。す、え、で、ー、にですね、えー、保守党の党首を決める、まあ、委員会みたいなところがあるんですけれども、えー、そこにも連絡がしたそうでございます。そして、エリザベス女王陛下にももう電話をしたということで、えー、自らも辞任を表明いたしましたね。うん、なんか思っ いのほかものすごい残念な気持ちが強くてですね、ちょっと気持ちのやり場がないというところで皆様と共有させていただきたいと思いますけれども、任期はわずか3年でしたね。2019年からということで、えーまあ、ブレクジットが追い風になりまして、その政策も強力に進めてきました。大きな支持を得ていた首相だったんですけれども、パーティーゲートでケチがつきまして、あとはその他ですね、いろいろ根掘り葉掘りと、えー、ほじくり返されて、ついには、 閣僚が辞めてしまうというところで、まあ、辞任に追い込まれたということでございます。え、直ちに首相職を降りるわけではなくて、次の保守党の党首が決まるまでの間。なので、おそらく10月ぐらいまで、えー、首相職は続けるんじゃないかと思いますが、すでに、えー、保守党の中での、あのー、まあ、信任を失っておりますので、まあ、切り盛りはかなり難しい、お飾り的な形で最後仕事になるのかもしれませんけれども、まあ、非常に残念な気持ちでございます。 ブレクジット後はですね、もう一度太平洋に漕ぎ出すんだ、世界の海に漕ぎ出すんだということで、インド太平洋をめがけてですね、いろんな政策を打ってきました。中でも、このアジアエリアで一番のパートナーで目をつけたのはやはり日本ということで、TPPA の復帰もすぐに表明しておりますし、またアメリカとの連携も強める中でオーカスというですね、まるで NATO のアジア版の卵のようなものも、まあ、 アメリカ、そしてオーストラリアと一緒に作ってくださいました。で、これからまあ自衛隊とですね、まあ、あの物品を相互に共有できるようなまあ協定も結びまして、これからいよいよ自衛隊とイギリス軍との関係が緊密になる、その下地っていうのもまあジョンソンさんが作ってくださったということでございます。 当然、中国に対しても非常に厳しい姿勢で臨んでおりますし、何より、今回のロシア・ウクライナ戦争でですね、まあ、エネルギーに引っ張られて EU がですね、あたふたあたふたする中、イギリスは世界で一番と言ってもいいぐらい、ロシアに対して厳しい姿勢を貫いてきました。ちなみに、ロシアはこのジョンソンさんの、まあ、G 表明に関してこんな感じでですね、もう歓迎の意向を示しているというような状況、本当に嫌だったんだなと思います。 え、もしかしたら、ここでですね、また民主主義陣営が試されるようなシーンになっていくのかもしれませんけれども、しかしながらですね、ジョンソンさんが辞めることは残念なんですけれども、こうやって国のトップが入れ替わる、その国の民意によって入れ替わるということが、この我々民主主義陣営の特徴であり、そして、長い目で見た時の強みで、 あります。ジョンソンさんまだ58歳でお若い政治家を辞めるわけではないと思いますので、また今後の活躍と再浮上というところを期待していきたいなと思いますね。本当にですね、まあキャラのある人といいますか、まあ人たらしとよく言われてますけれども、なんとなく憎めない方でしたね。で、日本に対してもですね、例えばこんな感じで,ですね、福島県産の桃のジュースを飲んでくださったりとか、あとは こっちですね。かりんとうですね。これも福島県産だったかな。かりんとうの持参してですね、ボリボリ食べ出すとかっていうような。 えーまあ、そういうようなパフォーマンスといいますか、そういうこともしてくださいました。しかし、このイギリスのトップがやるパフォーマンスというのは世界中にやはり拡散しますので、非常にまあ心強い思いもしたというところでございます、うん。これからというところだったんですけどね、これからはまあ、ウクライナが反転攻勢に転じていく西側の武器どんどん使えるようになってきますのでね、うん、というところだったので、 うーん残念だなというところでございます。ちなみに、イギリスの首相というのは、明確な任期が決まってません。えっ、ー、とですね、下院に当たるとこ、えっ、ー、とね、庶民院員だったかな。あの、普通の国だと下院に当たるところですね。ここの、で、過半数以上取っている、えー、党の党首がイコール首相になるっていう慣例でやってます。イギリスというのは。イギリスってあの、実はですね、EU とすごい合わないところがあって、アメリカとすごい合うんですけれども、 えー、法律で全部ガチガチに文章化するのが EU 文化なんですね。ところがイギリスとかアメリカっていうのは余白を残す、慣例をすごい大事にするっていうところで、法律の解釈が結構ですね、同じ西川だけど違うっていうところで、イギリスはもうその最たるもんなんですね。なので明確に任期も決まっていなければ、えー、ですか、ね、あのー、誰が、まあですか、首相になるかっていうところもですね、慣例に沿って会員のその庶民っていうところの、まあ、一番、 あの、議席を持っている党の党首がなるみたいな慣例でなっているっていうような形なんですけれども、この庶民というところ、庶民じゃなかったらごめんなさいね。ちょっと今、取って出しなので、えー、会員に当たるところですね。ここが、あの、5年なんですよ。なので、まあ、最低でも、真っ当に行けば最低でも5年、首相の期間があったんですけれども、まあ、3年で終わってしまったというところでございますね。あと2年見てみたかったなという形がしますけれども、ちょっとやはり脇が、 甘かったとえば甘かったし、あとイギリスの国民のこれは決めることなので尊重しなければいけないなと。同じ民主主義国家としてですね、尊重しなければいけないなと思います。ちなみに、ウクライナでの人気は絶大です。絶大。下手すらゼレンスキーさん超えしてんじゃないかってくらい絶大で、例えばですね、南部のオデッサ、オデッサの惨劇がありましたよね。あの、オデッサなんですけれども、えー、ロシアのプロパガンダではですね、オデッサの市民というのはみんなロシア大好きで、親ロシアだって、 あの、いうプロパガンダをロシアしてますけれども、実は実は、プーチンさんかなんかよりもですね、ダントツで人気あるのがジョンソンさんということで、名誉市民も、あの、贈呈されるそうですね。うん。オデッサの市民の9割以上がジョンソン支持っていうですね、とんでもない状況になっているんですけれども、というところでございます。えー、気になるウクライナ情勢なんですけれども、まあ、新しい誰が主張なのか分かりませんけれども、新しい方がなってもですね、えー、うん。 あと、国民向けの演説はまだですけれども、G 意表明した中ではですね、そのウクライナ、今回のロシアの侵略戦争に対して、えー、イギリスがです、ね、世界でトップを走って、ウクライナに支援してきたんだと、それは自分の功績としてあるんだということ、これをぜひあの続けていくんだということも、 え、ジョンソンさんはですね、釘を刺すように言っておりますので、ちょっとイギリスの今後というのもですね、悲観的にならずに期待してみていきたいなと思います。それにしてもですね、やっぱり魅力のある人なんだなっていう感じですね、いざ辞めるとなるとこんな残念な気持ちになるもんだというところでございますけれども、うん、まだ、まだジョンソンさんのですね、政治家、生命と言いますか、政治家としての活動、そして人生も続いていきますのでですね、またこれからも応援していきたいなというふうに思います。はい、ということで、本日の内容は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。